はい、おごりく YouTube かっこかり、飯田しっぺい大五郎です。実はですね、リカさんたちと山王祭り、富山市では結構大きなお祭りがあったんですけども、今6月2日なんですけど、今日も午前中まではもしかしたらお店が出てるかもしれません。そんなお祭りの最中にそこに集まった、皆さんとランチに行きました。ランチに行った時の、その前に、みんなタイトルコール、北陸 YouTube かっこ仮です、今からランチ食べますみたいな、タイトルコールを撮ったんですけども、自分のあの撮影のカメラの、ちょっと誤操作によってですね、そのシーンが撮れておりませんでした。誠に申し訳ございません。あの綺麗な方々がいっぱい集まってくれたので、もう絵的にはそれで大満足なあの画面になるはずだったんですけども、それが撮れてませんでした。まあ、ちゃんとあの食べてるとこは撮れたので、今からそれをお見せいたします。どうぞ。あんまり下がりすぎてこの顎ばっかりする。そうだね、あんまり下から大したもんね。食べてみてどうでしたか？美味しかった。ね、ちょっとね、量が多かった。あ、量が多かった、多かった。なんか私ばっかりもりもりでさ、リカさん的には多かったってことですね。多かった。だからね、いっぱい食べたい人は来ればいい。ね、どうだった？普通でした。普通量、普通だった、普通だった、普通。普通、リカさんも少々、私も多かったよね。リカさんの多かった、多かったよね。まあ、多かった。まあまあ、多かったかもしれないですね。関係ないことばっかり言ってすみません。いえいえ、全然。あのね、パスタランチ初めて食べた。今までね、パフェばっかり食べとったから、今日初めて食べた。それだけだけ。ありがとうございました。こんにちは。今日は何食べられました？今日はフルーツサンドとコーヒーゼリーを食べました。いかがだったでしょうか？美味しかったです。フルーツサンドは好きな食べ物なので、ここは、フルーツ屋さんなので、本場のフルーツ屋さんのフルーツはとてもフレッシュで美味しいかなと思って飲んでみました。普通コーヒーゼリーどうでした？コーヒーゼリーは、すごいボリューミーで美味しかったです。そしてこう値段がすごいリーズナブルなので、でもボリュームたっぷりでしました。ありがとうございます。ここに来たらコーヒーゼリー、あ、ぜひ頼んでみてください。おすすめです。はい、チョリーさんは今日何を食べられましたか？私、パスタランチ食べました。はい、私、辛いのダメなんですけど、今日のパスタランチのパスタ辛かったんです。まあ、でもその辛いの好きな、嫌いな私でも食べれました。結構、良かったです。なんか辛いんですけど、なんか旨味もちゃんとあったので、美味しかったです。よくパスタ食べ歩くんですけど、ここは割と丸な方ですね。で、フルーツとサラダと飲み物ついて、やっぱフルーツ屋さんなのでフルーツがついてるのがすごい嬉しかったです。
ございます。なんで笑うんですか、大丸さん。ここ笑うところですか。スティックが出てきた。今からですよ。今日は何を食べられましたか。今日はパスタランチを食べました。はい、はい、金沢から富山に来て、まさか村畑で食事をするとは思わなかったです。あ、金沢にもあるんですね。ありました、大行列ですよ、いつも。あ、そうなんですか。はい、大行列すぎて諦めるので、もう何年も村畑には入ってませんでした。あ、そうなんですね。はい、今日は良かったです。はい、良かったですね。はい、うん、何が美味しかったですか。梨だと思ってて、梨やと思って食べようと思って食べたらメロンでした。で、美味しかったです。はい、良かったですね。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい、学生っぽいって言われてる大吾です。今日は女子に混じって、とても女子力高めな、フルーツランチというのを食べました。何が美味しかったかというと、やっぱフルーツですね。フルーツがすごく美味しくて、ドラゴンフルーツという、まあ、なかなか入ってないようなフルーツも入ってたので、それが美味しかったです。はい、自分あんまり光らない方がいいかな。面白いかなと思って。ああ、確かに面白いです。編集しづらいよ。まあいいや、はい、そういうことで、はい、ごちそうさまでした。はい、では、ゆうこさんは今日は何を食べられましたか。パスタランチです。はい、何が美味しかったですかね。今日のはトマトソースだったんですけど、ちょっと味は、パスタの味はちょっと薄めだったんですけど、うん、ベーコンの塩味が効いて、お、ちょうどバランス良かったです。うん、辛かったりはしませんでした。辛いの大丈夫なので、あ、なるほど、そんなに気にならなかったです。良かったですね。量もちょうどでした、私は。あ、そうなんですね。はい、わかりました。私は。はい、ありがとうございます。はい。